はいやよし、前回のあの煩わしい蜂のカメラをぶっ壊したところで、改めまして皆さん、どうもこんばんは。ザ・シンプソンズヒット&ラン実況プレイ、今回が第4回目、今日もヒット&ランの世界を一緒に、皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。どうぞよろしく。そんで今回のパート4の、予定なんですけれども、ひとまずね、このステージのオプション的な要素、つまりレースミッションですとか、あと先ほどの蜂とか、あとコレクターズカード、そういった類のものをね、できる限り回収して、で残すものはあとストーリーミッションのみといった状態になるようにね、進行していきたいなと、そういうふうに考えてます。うん、題して夏休みの宿題作戦です。ね、やらなきゃいけないことをまずやると、ね、夏休みの宿題作戦、そんで、さっきの橋に行くまで、このクレタス君の、ピックアップトラックを使ってきたんですけれど、これがねまためちゃめちゃ乗り心地が悪いんですよ。えらい乗り心地が悪くて、あの普段使っているピンク色のファミリーセダンがいかにね優秀な車かっていうのがよくわかりますよ。まあ、とはいってもね、まあ、まだレベル1なんでね、贅沢は言ってらんないんだろうけれど、あ、それで、まず一箇所ちょっと探索してみたいところがあるんですけど、毎回ねこの道路の角を左折するたんびに気になってたんですけど、あのこの真正面にある家の隣、コインがあるんですよね、あそこに。でそれがずっと気になったんで、ちょっと見に行きたいと思います。うん、コインあるところアイテムありっていう傾向がありますからね。お、箱発見。よし、壊せ壊せ壊せ。気持ちいい。うん、お、坊や、こんにちは。はい、こちらの坊やがですね、ラルフ・ウィガム君です。現在小学校2年生で、リサちゃんとね、クラスメートっていう関係になるんですけれども、お父さんがこのスプリングフィールドの、警察署長を務めてます。うん、ウィガム署長ね。よっしゃ。せいは皆さんからコメントでね、このコインを拾う音が妙に切ないっていう感想をいただいてたんですけど、すごい面白かったです。よし、これを取ろう。唐辛子、あのチリコンの回に出てきた唐辛子だよな今のは。ってことはやっぱりこれはウィガム所長の家になるんだろうな。うん、ちょっとあれだ、ポスト見に行こうぜ。ポスト、ポスト、ほら書いてある、ウィガムって。ここにやろ。今子供が逃げてったぞ。このおじさん追っかないみたいな。おい、怖くないよ、ゲームだぞ。あくまでもゲームだぞ。よし、
でも本当にね、アニメのエピソードに登場するようなものがあちこちにこのゲームの中で、散りばめられてるから、すごいなのかゲームをやっている感覚をついつい忘れてしまいますよね。なんか本当にアニメを見ているような感じになってしまいますよ。皆様のコメントをね拝見してると、同じような気持ちでね見てくださってる方がいるんじゃないかという気がします。それとあとね、ここの小道を通るたんびにまた気になってたのがこの黄色い実がなっている木、これはあれだよな、スプリングフィールド名物レモンの木だよね。うん、このちょいちょいホーマーのこのセリフがね挿入されるんですけれど、あの辺のセリフもね実際のアニメに登場したセリフだったりするんですよ。でレモンの木の回にもね登場したセリフがね聞かれたりとかしたんだけど、おレモネード売ってるなんか売上金を巻き取ったような気分だ。あ蜂だ、いや本当に凝ってるな。お、レベルギャグコンプリートやりました。じゃああとは、カードと蜂のカメラだな。よしクレタスよろしく。まあ、レースミッションをやるんであればちょっと車買いたいところなんだけど、あそれからね皆さんに下のねこの動画の下にいつも貼っていただいている、商品シンプソンズ関連の商品ね、なんか来年の2月にはねシーズン13の DVD ボックスが発売されるみたいで、あれの表紙をね飾っているのがさっき見かけたラルフ君だったりするんだよね。ラルフ君おめでとう。僕が思うのはですね、このラルフ君っていうキャラクターはシンプソンズのアニメシリーズの中でも数少ない萌えキャラだと思ってます。萌えキャララルフ。あちょっと待って、あそこにチェッカーフラッグがあるぞ。ってことはちょっと車調達しようぜ。何がいいかな。あ意外にこのバンが性能がいいね。まあ、操縦性はやっぱりファミリーセダンが星4つで群を抜いてるんだけど、スピードで言うとこのねバンが一番いいな。監視バン、これにしよう。よし、あれあれラルフどうやってここまで短時間で移動してきたんだよ。大ワープでも使ったのかはい、改めてご紹介したいと思います、シンプソンズにおける数少ない萌えキャラのラルフくんです。萌え、僕だけ萌えてんの。これまだ萌えていない方はぜひシーズン9の、ラルフとバートをお友達っていうエピソードをご覧になってください。もう絶対気に入るからラルフくんのこと。それまでは僕もそれまではそんなにラルフくん好きではなかったそれまでそんなんでもなかったんだけど、あのエピソードを気にねちょっと見方が変わりましたね、うん、そっか、じゃあちょっと話しかけてみましょうか。 Hello, little son of the police chief, little angel. Those nice man ladies made me a race judge. お、チェックポイントレース、すべてのチェックポイントを通過してゴールせよという内容のものになりますね。おし、じゃあやっていこう。1 1 1 GO ワン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 。お、なんか今回のレースミッションはよりレースっぽいね。他の車もあるし、1位になればいいのかな。チェックポイント通過というのもあるけれど、先頭を走ってるのはなんかバートがソープボックスレースの時に使ってた車っぽいけど、あれはバートなのかなよし、よし頑張るぞ。そういえば皆さんからねいつぞやあの電話ボックスでこの車のステータスとかを眺めていたときに、レースゲームでもないのに本格的だみたいなねニュアンスのコメントをいただいてたんですけど、
あのここまでやってみて思うのはがっつりレースゲームだよねちゃんとした、うん、あとここ通っていこうか。うわめちゃめちゃだめちゃめちゃだ。あ抜かれた抜かれた。頑張れホーマー。ちょっとあのやっぱスピードはあるのかもしれないけどどこ行ってんだ。スピードはあるのかもしれないんですけど操縦性がやっぱりあの悪いな。このバンはうわデッドヒートデッドヒートデッドヒート、よっしゃゴール jub jub やりました。 I am so smart. お I am so smart. S-M-R-T. I mean, S-M-A-R-T. 今のは今のもあれですね、アニメの中からの引用ですね、シーズン確かね5のホーマー大学へ行くっていう話からの、うん、引用だと思います。でアッシュの車はどこ行った。ああったあったあった、うん、さっきのあの SMRT ね、本当はスマートっていう単語をあの台本でも書いたんですよ、ちゃんと SMART とね。ただあの声優さんね、海外の声優さんが本気で間違えて SMRT っていう風に言ってしまってで慌てて言い直したっていうエピソードがあって、で逆にそれがねあのスタッフに受けてよりあのホーマーらしいミスだっていうことでそのテイクがそのまま採用されたんですよ。そういう裏話があるんですけど、あのホーマーが大学に行く話は確かね脚本を担当したのがコナン・オー・ブライエンさんって言って、あの有名なコメディアンでもありあの有名なトークショーの司会者もやられている方なんですけどね、その人が書いた脚本だったと思います。コナンさんが手掛けた台本はね他にあのマージとモノレールの話とか、あとバートが片思いする話なんかがあったと思いますけど、あの大学にホーマーが行く話はね確かコナン・オーブライエンさんが手掛けた最後の脚本作品だったはず、うん、ちょっと待ってね、すっごい運転しにくいあのバン車変えよう。やっぱピンクセダンだよな。でね、もともと確かねシーズン5の一発目に放送するっていうか、あの一発目に用意されていた予定されていた話として作られてたんだけど、あの最終的にはシーズン5の、あの3発目にあの繰り下げられたんだよなっていうのもあのその前にねビートルズのねあの元ビートルズのジョージ・ハリスンさんが登場するエピソードがあって、そっちの方がキャッチーだっていうのでそれが一発目になったんですよ。夢のカルテットの話ね、あれもすごいいい話なんですけど、で、うん、僕もやっぱ夢のカルテットの方がやっぱ一発目にふさわしいっていうふうに思いますしね、うん、まあ、前回あのプロダクションナンバーの話をした際にもねちょっと触れたかったんだけど触れ忘れたんだけど、あの大体ねこのシンプソンズの話っていうのは1話あたりあの6から、ね、8ヶ月ぐらいの制作期間を設けて作られてるんですよ。でもあのクールとかねあの会計年度とかの都合によってあのシーズンをまたぐことも頻繁に発生するんですよね、うん、よしで、これはよく見ると教会だよね。うん、そうだな。ってことはラブジョイ牧師とかもこの中にいるんだろうな。よしじゃあねラルフ君、よし探索の続きといきましょうか。危ない あれちょっと待って、行き止まりじゃない、行き止まりだけどちょっと待って、コイン発見。そしてこの音は間違いなく蜂だ。どこにいんだ、あんなとこにいた、
あそこに行くにはどうしたらいいんだ。こうか。ほらよ。よし、これは？おうおうおう。おお、なんかすごいな景色が。向こうの山の方に見えるのはもしかしたらあの隣町のシェルビービルかもしれませんね。うん。スプリングフィールドのライバル、シェルビービル。お互い対抗し合ってるっていうね。さっきあのレモンの木を紹介させてもらったんですけど、ちょっとどうなってるの？あのレモンの木もね、シェルビービルの住人がね盗もうとしたりとかするぐらいねなんですけど、なんかさっき覗いたら向こう岸に渡れそうじゃない？助走つけたらちょっとやってみる。ちょっと映画ブルースブラザーズを連想させるような。よし行くぜ、飛べフォーマー飛べ。よーし、これは楽しい。そしてここはお結構、前回の終わりで見たなんか金持ちが住んでそうな地域ですね。よし。そしてチェッカーフラッグ発見。これもレースミッションだろうね。お、今回はおーはい、こちらのキャラクターは、ネルソン君って言います。同じねバードと、同じ小学校に通う、ガキ大将的なキャラですね。I know you. You're the kid that sells me bootleg CDs on the street corner. Yeah, well, I've been having some legal problems lately, so I'm stuck running these races for the DMV. It was this or read to the elderly. お、今回は、サーキットレース、サーキット。コンプリートオールラップスだから、ラップ、すべてきちんと回って、ゴールせよという内容ですね。ファーストプレスだから一着で、またそういうやつか。3, 2, 1. よし、頑張ります。He used the cheat code. なるほどね。そのサーキットの中を回るっていうタイプかな。お、こっちか。わかりにくい。よし、やっぱ先頭の車はバートだよな。これよ、バート、おい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 、押さないでくれよ。ちょひどいな。しかもスクールバスとなんか結託してたぞ。やばいやばい、すんげえ滑りやすくなってしまいました。いやこれ厳しいんじゃねえか。だって3周か、3周しないといけないからな。まずいまずい。諦めずに頑張ろう。待てバート、よし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 、少しずつ少しずつですけど距離を詰めつつある。これ意図的にちょっと妨害しないと無理くさいな、こうやって。おおおおおおお、抜いた、いけるか。よしよしよし、いけるか、行ってくれホーマ、頑張れ。ゴールはどこだ、あれか、最終コーナー、これか。よし、ゴールやりました。 I'm gonna drown my sorrows at the golden banana. In your face. よし、お、オールレースコンプリート、コングラチュレーション。そして、電話ボックスに行って、エレクタウラスを回収せよっていうことですね。車ゲットです。あの車はアニメに出てきたやつだよ。確かね、メル・ギブソンさんが登場した回のやつ。
おお、これだ、これ、あの電気自動車ですよ。そうそう、メル・ギブソンさんが登場した回に出てきた、すごいいい車じゃん。うん、じゃあ乗ろうぜ。 I need your help. My car is, sleeping. やったね、ピカピカの新車だぜ。乗ってよし、乗ってよし、走ってよし、走ってよし、燃費よし、燃費よし。でなんかね、さっきサーキットレースの最中に蜂のカメラが見えたんだけど、これかな。よし、壊して壊せ。よっしゃ。あれ、これってあれだよな、この金の家。あ、そうだよ、これこれロケット車、ロケットカーだよな。これはちょっと推測なんですけど、おそらくあのこのシンプソンズに登場するイッチー&スクラッチーっていうアニメを、作った、漫画家、名前がね、チェスターランプウィック、この金の家。あのこの人の夢があの金の家とこのロケットカーを持つことだったんだよな。これ乗れんの？あ、乗れるんだ。お、やべ、すげえ乗れるんだ。これ早いぞ。どうした？え、うわっあっけなく散ってったな。すんげえ速くてよかったんだけどな、あの車。やばいな。え、いい性能のいい車は壊れやすいのか。あ、これがあれだ、前回の動画の終わりで出てきたバーンズさんの屋敷ですね。そしてあれなんだろう、おおおお、ストーンカッターズ、秘密のトンネル、マジで。あ、はいはいはい、前回通ったよな、これ。あ、これやっぱりストーンカッターズの場所だったんだ。あ、カメラ発見。ほら、まだ音がするぞ。もう一匹どっかにいるのか。あ、カードもある。ちょっといろいろあるな、ここ。あの上にはどうやって登るんだ。こうか。よし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 。で、で蜂はどこだ。あそこに飛んでる。よし、取れるか。よっしゃ。お、今のはあれだな、聖なる予言書。よし、お、ワスプコンプリート、やりました。だよね。ビューカードでさっき手に入れたやつも見ていきましょうか。そうだよね、ホーマーザグレートって書いてあるから、あのストーンカッターズに出てきたやつだよな。あのそう、鼻噛んだりしたやつだよな、これすごい大事なものなのにもかかわらず、ホーマーが。よし、いや面白い。いて、あれ煙吹いてない、大丈夫。電気自動車、あとはお、コインだらけ。あ、ちょっと待って、なんか見つけたぞ。これは Me watching. You mean I gotta get more? おおおお、マッサージチェア。あれだよな、今のはあの、もしもホーマーが2000ドル持っていたら買ってみたいものの一つだな、うん。そんでなんかあの、なんだっけ、なんかアンロックって今一瞬でしたけど表示されたのが気になるんだけど、なんだろう、車のことだな。 I am excellent. 車のことかい。ちょっと見てみよう。ピックアップトラック、プラウキング、ダフトラック、うん、
なんか出たよね。なんだろうね。ちょっと後で動画を編集するときに確認しておこうかな。うん。よし、そうしたら結構いい時間になってしまいましたんで、残り時間でちょっとストーリーを一つ進めてみたいところですね。うん。僕も気になってるんで、この矢印を辿っていけばいいのかな。おお。うわ。あ、マージと話せ。あ、いたいた、マージいる。スーパーですね。ちょっとその前に、よしよしよし、マージ。Mr. Burns is spying on everybody. We've got to follow him. Not now, Homer. A new violent video game has hit the streets, and we need to get rid of it before it warps any children with its bloops and bleeps. But that game sounds awesome. And therefore should be destroyed. I guess.お、今回のミッションでは、配達トラックに、衝突して、で、そこから、なんだろう、落ちるのかな？コレクトザ・ボーンストーンゲーム。お、ボーンストーンゲーム出てくるか。時間内にそのボーンストーンゲームを回収せよということですね。とりあえずやってみましょう。どっちだ？どっち？あ、これ？これが、あれか、トラックか。こうぶつかっていけばいいのかな。ボーンストームっていうのはあのアニメにも出てきたバートが欲しがってたゲームソフトですね。雰囲気的にあのモータルコンバットみたいな感じのゲーム。そして今運転してる車って、これもしかしてマージのあれか、カニューネーロ。カニューネーロー、よし、これは面白いな。残り2分、間に合うかな。ほら。あと2つ。よし、あいつ手こずってやんの、僕も手こずってやんの。お互い手こずってる。よし、ほら、よし、あと1個。よし、思いっきり、ほら、よし、あとは家まで帰れと。やりました、ミッションコンプリート。よし、やったね、カニュネーロ操作ですよ。嬉しいね。わっしょい。 If only kids would play more video games about sharing. Bart, you know I have poor crazy plans. Now if you'll excuse me, I have to go spy on my boss. やりました、ミッションコンプリート。はい、といったところで、今回の、実況プレイ、一旦区切らせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。次回はいよいよ、ストーリーミッション最後になりますんでね、楽しみにしております。はい、それではまた、ご興味がありましたら次回の動画にもぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。それではまたね、さようなら、バイバイ。